京ファントムオーケストラ第4楽章聡明の媒彩。断りへと迫らん。無知、それは諸悪の根源。知識、それは悲しみである。多くを知る者は恐ろしき真実を深く嘆かざるを得ない。ソクラテスはこう述べた。なんじ自らを知るべし。真の賢者は己の愚を知る者なり。やがて知を極めれば己の揺らぎの中に真実を見出すだろう。その揺らぎこそ不確定要素たる命。分断から融合へ、細分から消化へ。命の衝動に従い己をアウフヘーベンせよ。帯同する新たな進化のスパイラル、まだ見ぬ未来が呼んでいる。そう、空想は知識に勝る。ファントムよ、創造は世界を開く鍵。その鍵は我ら人の心の奥底にある。まさしくそれを我々は魂と呼ぶのだ。ファントムよ、この空と踊れ。命奏でよ。共に時を紡ぎ、新たな世を作る礎となる。